します。よし、タイトルはタイ語です。ラオス語です。あ、タイ語やね。ラオスの人でも分かるんだね。ホックモンクルン。ホックは6ですね、父さん。モンは時間、クルンっていうのは半分、だから6時半っていう意味です。ホックモンクルン、6時半、朝の6時半、夕方の6時半。こんな歌です。ラオスのメシアで聞いた歌、陽気なメロディ、リズムはチャッチャッチャ、意味はほとんどわからない、でも繰り返しの言葉はホクモングル。日本語だったら6時半なんやら意味がありそうで、店の親父に訪ねてみたら嬉しそうな顔して謎解きしてくれた。あんたも60は過ぎてるだろうからと言われたように誤解ですよね。きっとこの歌身に染みる、時計の針を思い出してみな、6時半ならどこを指す、気持ちはあっても体は言うこと聞かず、人生の黄昏感じ始める頃、親父は両手の人差し指で6時半作ってウィング一つ。では一緒にどうぞ。今日一緒に歌える歌はこれともう一曲ありますが、まずはホックモンクルンいきます。俺が先にホックモンクルンって言ったらその後追いで言ってください。まっちゃんも歌います。ホックモンクルン、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 ホックモンクルン。チカドモのライブはあまり乗れないけども、今日はこの歌の感想とエンディングのところは、あ、感想だけ手拍子で乗れます。大きく手拍子で乗ってください。ワン、ツー、カム、マッチャン。
ょっとエッチでちょっと切なくて日本にないよねこんな歌たまたま入ったメシアのラジオで流れてた歌奥文句続ける旅の時々にこんなことがあるからやめられない親父は飯食うすぐそばで歌に合わせて踊ってた親父は飯食うすぐそばで歌に合わせて踊ってた北門クレイ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 今日はまっちゃんライブ293回目です。大きな拍手を。